はい、こんにちは、ポネオです。帰ってきた名探偵ピカチュウ続きからやっていきたいと思います。さあ、研究所にやってきて、これから中に入るというところ、ここかな、入り口は。あ、ここだ。ダメだ、鍵がかけられていて開きそうにないや。どこかに入れる場所があるといいんだけど、なんと入れない。どこから入るんだ。こっちかな。あ、こっちもあるんだね。この扉は鍵がかけられている。別の入り口を探しましょう。え、鍵かけられてばっかりじゃん鍵かけられてばっかりじゃん。このおじさんそんなこと言ってなかったしね。あ、ここ、こっち、もしかしてこの扉はティム、少し向こうで話さない。一度情報整理した方がいいと思うの。うん、そうしようか。それ開けてないよね、普通ね。この辺りまで来れば話を聞かれなくて済むかな。清掃員さんの話だとこの辺りで人を見かけることはないみたいだね。事件からずっと閉鎖されているようだし、実際建物には鍵がかかっていて中に入ることは難しそうだった。ここまでは手がかりなしってことね。うん、あとはポケモンに話を聞いてみる必要があるね。これ以上調べるにはピカチュウが来るのを待つしかないな。そうだね、ピカチュウ待ち。遅いな、何やってるんだろうピカチュウ。誘拐されてるとこかな。ティムったら、お父さんのことをまだピカチュウって呼んでるの。ああ、なんか面と向かって父さんって呼ぶのは見た目がピカチュウだからね。変な感じするよね。言われてみれば難しいかも。難しいと思う。来たよ。おい、お待たせ。なんかいっぱいいるやん。いやー従えてる。今までの子たちみんな従えてる。すごいな、お父さん。ガーディがかわいいガーディかわいい。来てくれたんだね、ありがとう。ピカチュウって顔が広いのね。こいつらみんな俺の射程だぜ。違うって言われてる射程じゃねえよ。なになに、どうしちゃったの。実はピカチュウがね。ティム、そんなことはいいから先を急ごうぜ訳そうとしたら。待ってよピカチュウ、ちょっと様子が変なんだ。ん、一体どうしたんだ。ピカチュウが来るまであたりを調べていたんだけど、どうもユニタスがいそうな気配がないんだよ。うむ、確かに静かすぎるな。だがポケモンたちから集めた情報ではここが一番怪しいはずなんだ。何より俺の勘がここだと告げている。勘なのか。きっと人目につかないうまく隠れているんだろう。隠れるってどこに。それはこれから俺たちで調べないとわからん。事前の調査は済ませてくれているみたいだからな。ポケモンたちから話を聞いてみよう。ここにいるやつらなら何か知ってるはずだ。うん、分かったよピカチュウ。二人で調査をするのね。じゃあ私はこの辺りを調べてみるわ。お願いレイチェル。ガウ。お前たちはこの辺りで待っていてくれ。力が必要になったら俺たちの方から声をかける。ゴロウ。よし、そっと決まれば調査開始だ。行くぞティム。ほん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 。じゃあ ここのポケモンに話を聞くんだね。こういうことか。こんにちは。ダストダス。面白い子がいるね。ダストダスだ。なんて言ってるのかな。自己紹介をしてくれてるんだ。清掃員のパートナーとして掃除を手伝ってるんだとさ。なんていい子。なるほど、ゴミを食べるから掃除にはうってつけだね。ということはここには頻繁に来てるんだ。何か知ってることがあるかもしれないな。話を聞いてみるか。だー、ダストダス、話を聞かせてくれ。ダスだかわいいな。ダストダスについて。ダス清掃員のゴミ拾いを手伝ってるのか。真面目なんだな、偉いね。おやつ集めをしていて褒められるとは思わなかったか。そうか、お前にとってゴミはおやつみたいなものだからな。前にあったヤブクロンと同じだね。ふん。なあ、お前はここで人間を見かけたことはないか。だ。パートナーの清掃員さん以外は見かけてないですね。だとさ、やっぱりそんなんだ。あの建物の中へ入る方法はないか。建物の中には入ったことがないのか。
中の掃除はしないの？そしたら、何でもいいんだ。何か気になることはないか？ダスダス。たまにここで変わったおやつを拾う。どんなおやつだろう。いやいや、さすがにお前のおやつの話をされても。だ。ん？それがお前が今日拾ったおやつなのか？食べ物の包み紙。いるってことじゃん。人がいるってことだよ。それが証拠じゃないのか。なんでこんなものが。ここには誰もいないはずなのに。だーす。たまに落ちていることがあるだと。誰も来ないはずなのに。なあ、ダストダス、これもらっていいか。代わりに別のゴミをあげるから。面白いね、ゴミの交換。ありがとう、ダストダス。これは手がかりになりそうだぞ。誰も立ち寄らない施設に包み紙のゴミ。これは一体誰かがいるということです。誰かが、ディグだ、ディグだ。ここら辺のさ、いけないのかな、ここら辺から。ディグ、かわいい。ディグだ、ディグ、ディグだだね。地面の中で暮らしてるポケモンだよね。あ、こんな整地された場所にもいるんだな。ちょっと話を聞いていいか、ディグ。ディグダについて、お前ここに住んでるポケモンなのか。ディグ、ここの土は掘り心地が良くて気に入ってるのか。ディグ、人間がいないから思う存分掘ることができるのもいい。はあはあはあ。でも人間は別にお前たちを迷惑だと思ってないぞ。通ると地面がいい感じに耕されるから、農家の人たちはディグダが好きなんだ。ディグ、あ、本当だよ。この人間のいるところにも顔を出してみて、きっとみんな喜んでくれるよ。そうかな、都会の方じゃ喜ばれないんじゃないのかな。建物とか壊れてこないか心配だよね。ディグディグディグ、かわいい。人間は見ていないようだが気になることを言ってるな。どんなこと？夜に地面の中で眠っているとすごくうるさくなる時がある。地面の中で音がするの？ディグ、気になって建物の中に入ったんだが誰もいなかったそうだ。どういうこと？でも地面に潜るとまた音がするらしい。誰もいないのに音だけが聞こえるなんて不思議だね。もっと深い地下にいるんじゃない？もしかして。そもそもお前どうやって建物の中に入ったんだ？ディグ、建物の床に穴を開けて入ったようだな。ディグ、穴、それは不法侵入だよ。穴を開けられるなんて意外とパワフルなんだね。すごいパワーだよ。しかし地面の中の音というのは気になるな。どういうことだろうね。ガディはまだもじゃ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 もんじゃな。かわいい。もじゃもじゃもじゃ。なるほど、お前はここに住んでるのか。この辺りのことに詳しそうだな。ちょっと話を聞いていいか。もじゃもんじゃらについて、 お前は普段何をしているんだ。もっちゃ、日向ぼっこか。平和でいいことなの。いいね、日向ぼっこ、気持ちよさそうだね。太陽が欲しい、太陽が。もじゃもじゃ、いつも来る清掃員以外の人間を見たことはないか。ん、ちょっと待って、ツタに何か絡まってる。これはガラスの破片だな。どうしてこんなところに。もじゃ、建物の中に入った時についたのかもしれないだと。どうやって入ったの。どっから入ったの。壊れた窓があるんじゃない。おい、もじゃる、どうやって入ったんだ。もじゃ、すぐそこの目の前にある扉だと。どういうこと。この小さな扉か。もっちゃ、少し前まで小さな扉の鍵は開いていたのか。でも今は鍵はかけられていて中にも入れないって。ずっと閉鎖されていたはずなのに、どうして急に鍵が。ああ、どうにも気になるな。おモンジャラが言ってたのは、やつの目の前にある小さな扉だったら。早速調べてみようぜ、ティム。あの扉はまだ調べてなかった。もしかしたら入る方法が見つかるかもしれない。入れないよって調べたじゃん。はい。調べなかったっけ。ああ、調べてないんだ。さてさて、内側から鎖か何かで開かないようにしてるみたいだ。内側からかけられた鍵、どういうことなんだろう。
最近まで開いていたというのが気になるな。一体誰がここの鍵を閉めたんだ。これで調べられるところは全部調べ終わったか。どうもピカチュウ、やっぱりユニタスはここにいるのかな。結論から言えば、やつらがここを拠点にしている可能性は高いと思う。地下で音がするって言ってたしね。2は3つだ。うん、建物の中から音がするね。モンジャラの言ってた内側から扉れたら、閉じられたという扉。うん、ダストダスが拾った食べ物の包み紙だ。この3つはどれもユニタスの存在を指し示せる理由としては弱い。でも3つの情報全てがここに人間がいることを示している。その通りだ。そしてこれだけの情報が偶然集まったとも考えにくい。やっぱり何かを調べる必要がありそうだね。うん、調べよう。どうやって中に入るか。これさ、ディグダの穴でいいんじゃないの。うん、建物の中に入るのに2歩思いついた。これじゃダメ？ダメだった。そう言われてみればそうだね。リグダが取れるくらいの気だし、落ち込むなって別の方を探してみようぜ。うん。あ！はあはあはあ。なるほどなるほど。リグダの穴しか見えてなかったけど、ガーディに力を借りれば。いいということか。あれは最近落ちたものだと思うんだ。確かにこの建物は定期的に清掃されているって話なのに、ゴミがあったってことは落ちたのは最近だろうな。でも清掃員さんは人に会ったのは初めてだと言っていたから、どこかから飛んできたのかもしれない。この近くには他に家や施設はないはずだと。だとしたらこの研究所の中から飛んできた。中から飛んできた。中に入るのに、入る前に食べたとかそういうあれじゃないのかな。なるほど。盛大に間違えるっていう。じゃあ入れそう。あ、ガーディの出番。来てもらって正解だね。よし、ガーディに頼みに行こう。ガーディ、ガーディ助けて。ガーディ助けて。ガウ、ガーディさ、そこまで頼みたいことがあるんだ。この包み紙の匂いを追ってもらいたいんだ。ガウ、おやすぐと言ってるぞ。始めちまって問題ないよな、チーム。よろしく頼みます。うん、よし、また前みたいに頼むぜ。おう。うん、モンジャラの近くの小さな扉あたりから匂いを追ってくれないか。わかったよ。小さな扉から。わわわわわわ。こういう。あそこの中に入ったのではないのか。なんであそこは始まりなんだろう。こっち、お、この子から匂ってるわけではないのか。こんなところにこんなものが。入れないよ。 A で調べる。匂いが急に消えちゃった。消えた、消えちゃったっていうか、この先に続いてるみたいなんだ。このドラム缶の向こうってことか。こいつをなんとかしないと先には進めそうにないな。一度チームたちを呼んでくるか。他の子に力を借りよう。うん、うん、でもこれじゃ調べるのは無理ね。この数のドラム缶をどけてたら日が暮れちゃうね。うん、やむを得んドラム缶を潰して進むか。そんな無茶な。荒っぽいのは承知だが、ここで時間を取られるわけにはいかない。幸い中は空っぽのようだし、あいつらに頼めばできるだろう。ガチューって昔からそんな強引な調査をしてたの？時と場合によるな。真実に近づくために最短距離を走るのが名探偵ってもんだ。さて、ドイツに頼めばいいから。どっちだろう？どっち？どっち？ひだるま。ひだるまにする？うん。よし、早速始めてもいいか、チーム。もう。合ってた、うん、合ってた、よかったよかった。ヒヒだー。だけどね、一緒にやった順番だとは思うよ。お、遠慮なくやっちまってくれて。わかった、思い切りいくよ。パンチ、すごいパワーだ。全部壊しちゃう。全部壊しちゃう。すごい、久しぶりにこの声いけた。あら、
壁に穴が開いている。さっきのゴミはここから風で飛んできたんだな。うん、そうだと思う。この穴じゃ僕とゴロンダ様通れない。なんだって。よし、次は壁を壊そう。待って待って、そんなことをしたら建物が危険だ。中から鍵を開けるから、お前たちは外で待っててくれ。そう、わかったよ。そうって面白いね。なんか、うん、鍵の形してるみたい。心の準備は大丈夫か。自分もちろんだよ、そのために来たんだから。そうだな、よし中に入るぞ。研究所のロビー、どこのなんか床もめくれてるけど、結構ボロボロになってんね。ここが研究所の中、ひどい荒れ具合だね。聞いてるピカチュウ。ああ、いや、あまりのひどさに言葉をしまっちまってな。そんなに復旧されてないとはいえ、2年でこんなになるものかな。やっぱりそうなんだ。やっぱりって、この部屋きっと R 事件でポケモンが暴れた場所なんだよ。だから壁に穴が開いてるし、部屋がこんなに荒れて。はあ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 、そうか、当時の事件の時のままここは放置されているのか。きっとママは。大丈夫レイチェル、辛ければ外で休んでてもいいよ。ごめん大丈夫、でもちょっとだけ休んでもいいかな。覚悟してたつもりだったんだけど、思ったより驚いちゃって。もちろんだよ、無理もないか。彼女にとっちゃ近寄りたくなかった場所だろうしな。ユニタスはこの場所にいるはずなんだ。二人で手がかりを見つけるぞ。わかったよ。しかしこの部屋に入った時に妙な気配を感じたが、何妙な気配、あれは一体何だったんだ。なんか落ちてるよ。あ、食べ物ゴミ、ダストダストもらったのと同じものだ。ということはこのゴミも人間が行き来してた証拠になるね。これ、それ何の食べ物のゴミだろうね。あ、他にも証拠があるかもしれない、よく探してみよう。ここも調べる。人間の足跡、足跡の上にホコリが積もってない。どうやら最近ついたものみたいだな。これは多分モンジャラの足跡じゃないだろうか。モンジャラの足跡、ええ、そうか、中に入った時に足跡が残ったんだね。どういうルートで。これなんかいっぱいいっぱいあるね、棚が。だけどなんか机と棚少ない気がする。少なくない、もっともっとあってもいいと思うよ。ここは何、あのドア開けなくていい、開けてって言ってたじゃん。みんなを連れてこよう。ふん、これがモンジャラが言ってた扉だな。鍵がかかってる、内側から開けられんと思ったけど、外のゴロンダたちはここから入るしかない。どこかに鍵がないか探してみよう。鍵も探さなきゃいけないのか。エントラーにさ、投資してもらわない？警察署よりも居心地が悪そうだか。全くだな、この荒れ具合だもんね。それは貸してもらえないんだ。これは何？お、ああ外に行くとこ？足跡。ふん、上の方には何かあるか。俺じゃ見えないんだ、教えてくれ。待ってよ、今調べるから。と言っても薬品ばかりだけど。あれ、なんだこれ、何かの鍵、もしかしたらここの入り口の鍵なんじゃないか。そんな不用心なことある、そんなことある、本当に、うん、うん、何がある、ないんだじゃあ、うん、うん、薬は触んない方がいいよ。薬は触んない方がいい。で、これは何、メモがある、読んでみてくれ。いや、管理グループより対象物の捜索について目的のものを見つけ次第すぐに回収すること、1階の通路をコンクリートで塞ぐこと。どういうこと？ 1 階フロアの配電盤は壊しておくこと、飲食物などのゴミは残さないようにすること、建物が老朽化しているので移動するときは静かに歩くこと。何かの注意事項みたいだね。ここにいるんじゃない？いるんだよ。この管理グループっていうのは一体何のことだ、よくわからないけど、ここに人が来たのは間違いなさそうだね。そうだな、ここに来たやつ、もしくはやつらは指示を受けて何かを探していたようだ。でもその人はどこから出ていったんだろう。確かに扉の鍵は中からかけられていたよな。それにメモにある通路をコンクリートで塞いでっていうのは不思議だよね。コンクリートで塞ぐのって大変じゃない？大変だよ、乾くの待たなきゃいけないでしょ。このシミは何かの薬品がこぼれた跡かな。ここでポケモンが暴れた時にこぼれた薬品かもしれん。
うん、最近ついたものじゃなさそうだ。なるほど。そんなのを見れるのはすごいね。とはいえどんな薬なのかわからん、触らない方がいいだろうな。でここのさ、配電盤がどうのこうのとかって言ってたけど、棚の中までぐちゃぐちゃ。うん、部屋にいた誰かをここ漁ったんだろうな。あ、配電盤が開いてる。中が壊れてるみたいだな。電気がつかないのはこのせいか。さっきのメモには壊しておくにと書いてあった。うん、どうしてここまでする。電気を通っていないように見せたかったのかもしれない。ここは閉鎖されているに見せるためってこと。あのメモに書かれていたのは何かを隠すための指示だ。可能性はあるだろう。なるほど。じゃあドア開けてこよう。あそこのね、鍵だから。うん、うん、早速試してみよう。この鍵を使って、お、開いた。よし、鎖が取れたぞ。いらっしゃい。だま。ごろ。待たせたな、二人とも。かわいい。でも室内を調べてどう思った？やっぱり誰かが入っていたの間違いないと思う。あのさ、今前のゴロンダがいるあたりの壁怪しいんだけど。あそこ怪しくない？そんなことない？なんで棚が並んでないの？あそこだけ。さっきのメモ見ると何か目的があったようにも感じる。目的を持って行動していた人間かどう考えても怪しいような。ここで何があったのか二人で考えてみないか。難しいよ。不自然な証拠ってなんだろう。うん、ここに行った人物は一体何をしていたんだろう。それが分かればユニタスの手がかりがつかめるかもしれない。お前の考えを聞かせてくれないか、ティム。分かんない。ここで何が起きているのか分かるような手がかりはあったか。生活していた、遊び場にしていた、 R の研究していた。あ、これじゃない、これじゃない。これはそうだよ、きっと。うん、通路をコンクリートで塞ぐことと書いてあったね。うん、隠された通路がある。どこだろう。通路を探す。奥への道を塞いだ。うん、もうあいつらの力を借り、レントラーにさ見てもらおうや。うん、よし。レントラお願い。私がレントラに乗りたいだけだということはね。ここほら、どうやって投資すんの。ほらほら、もうよくに空間があるぞ。ビンゴだな。分かったの。映画どうやって向こうに行くつもりだ。壊しちまえばいいだろ。ひだるまのパワー上がればこんな壁ぐらい楽勝だ。そしてひだるまに壊してもらう。お、気合が入ってるの任せたぞ、ヒヒダルマ。だけどさ、バレちゃうよ。音が鳴ってさ。わ、どうだ。さすがだな、ヒヒダルマ。ありがとう。みんなと一緒に先に進むとしよう。壁の色が違ったね、そういえば。壁の向こうにこんな通路が。奥に階段がある。ここにいた人物はこれを隠したかったらしいな。へえ。入ってすぐにその違和感に気づけるってすごいね。さあ、地下1階に入ろう。うん、うん、この階段降りた先に何があるのか行ってみるしかないね。レイチェルもそれでいいかな。うん、ありがとう、ティム。大丈夫だよ。パパとユニタスのつながりを確かめないと。よし、行くぞ、みんな。なんかちゃんと歩いて入ってるとこ初めて見た気がする。悩んでる。バレちゃうけどね、こんなこんな人数で来たらバレちゃうよ。確かにこんな空間があったんだね。地上は使われていなかったが、このフロアは明らかに使われているな。通路を隠していたくらいだから、きっと外には出せない機密があるよね。どうやってさ、あんなコンクリートで埋めて出入りをしてたの？でもこうしてたどり着いたネリタスの企みを突き止めよう。うん、こう、うん、この感覚はどうしたの？俺の体に近づいている感じがする。おうおうおう、
そんなことがわかるの。あ、俺自身不思議なんだが、ミュウツーの力のせいかもな。この建物にあるんだね、トウサの体。それともう一つ、俺の中のピカチュウの意識が弱まってる気がするんだ。弱まるってどうして？俺の意識が完全に戻った影響かもしれない。そんな、いつまで持つかわからない以上ゆっくりしていられないが、大丈夫、ピカチュウは消させやしない。必ず元に戻るための方法を見つけてみせるよ、ティム。でん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 、警察署でも聞いたぞこの音。これよりキューブの最終チェックを行います。管理グループと実行グループは最下層地下5階で待機してください。なんだと、今の放送っていろいろと調べる必要がありそうだな。ティム話せないか。ティム話そう、ティム話そうだって。ピカチュウ、ソフィアのやつ、ずっと俺の言葉が分かっていたようだな、うん、なぜ早く言わなかったんだろう。なんでだろうね。それを話したかったの。ティム、この先何があるか分からない、油断するなよ。オッケー、聞いてみよう。とりあえずお話しよう、レイチェルに。上の階とだいぶ雰囲気が違うね。それにさっきの放送も気になるし、レイチェルの企み暴くためにもここは慎重に行動しないとね。うん、これ何よ。うん、階段を使うためのパスコードを入力する機械。ああ、それを探しに行くのか、この階で。なるほど。もう全部レントラーに投資し、おお、いるじゃん。どうしたの。あそこを見てみろ。あれは気づくの遅いよ、ティム。ところで、オーロラの雫は届けてきたのか。オーロラの雫、ええ、さっき行ってきたとこ。ここで出てきた。大変だったのよ、ウーがなかなか吐き出さなくて。ううここで何をしてるの。今日はハワードさんが製造ラインの視察にいらっしゃるんだから。ハワードさん、気を引き締めなさい。は、はい、はい、あなたは私について。市長さんじゃないの。地下5階の準備を手伝ってもらうわ。はい。あなたたち2人はしばらくこの階で待機していなさい。了解です。服装で階級が分けられてるんだ。やっぱりユニタスがいたな。推理は間違ってなかったね。それにさっきの話を聞いたかって今。オーロラの雫って言ってたね。それに製造ラインって。さっきの放送からするとおそらくキューブのことだろうな。それを視察するためにパパがここに来る。地下5階に行けば市長に会えるってことか。俺たちも下へ向かおう。分かった。下へ行くための方法を探そう。慎重に行くぞ。このフロアに残った連中もいるからな。どこかの部屋に入ったようだった。部屋に入るときは気をつけよう。これさ、エレベーターでは行けない。あ、地下5階で止まってる。あいつらは地下5階に向かうと言ってた。ボタン押してみたけど動かないや。どうやらカードキーが必要みたいだな。カードキーか。これ地図、地図。あ、うん。各階に起こり何か書いてあるな。地下1階管理グループ、地下2階実行グループ、地下3階じ、ん？地下4階研究グループ、地下5階研究グループ、管理実行研究。ユニタスは3つのグループで組織化されているようだな。それとこのフロアの地図もあるよ。ここは地下1階でユニタスの管理グループのフロア。何を管理するんだろう。このフロアには部屋が2つあるみたいだね。下の階に行くにはエレベーターか階段を使えば良さそうだが、見つからずに移動できるのかな。まあまずは調べてみることだ、うん、下の階に行きたいがエレベーターは使えないな。階段を使うしかないけどパスコードが必要なんだよね。あ、4桁の数字だ。じゃあパスコードを探さないとね。この階を隅々まで調べてみよう。そうだな、数字が書かれたメモや書類があるかもしれないからな。普通ないと思うけどね。だが気をつけろよ、ティム。ユニタスに見つかったらおしまいだ。わかってる、慎重に進もう。慎重にね。慎重に、慎重に。内容は聞き取れないけど、ドアの向こうから話し声が聞こえてくる。いや、もう2分の1しか入れないんだ。うん、そこの部屋から音がしたら何の音だ。気になるけど部屋に浮かずに入るとユニタス見つかるかもしれないし、もどかしいな。もどかしいな、本当に。ここの辺調べる。ウォーターサーバー。うん。水を飲みに来るならあまり長居してると見つかっちゃうかもしれない。これは何？
キューブに異常がないか毎日夜に確認を行います。メンテナンス係が各部屋を見て回ります。ご協力ください。夜になるとメンテナンス係が部屋から出てくるってことは昼の間に行動しなきゃいけないってこと？そういうことではない。もうどういうことだ。あ、階段のパスドアのパスコード毎月変更になります。すごい厳重だな。パスコードは待機室にて確認お願いします。待機室に行けばパスコードがわかる。これは重要な情報だ。待機室がどこかわかんないんだけど、どっちが待機室？部屋を両方調べられれば早い。話は早いんだが念のために他の張り紙も調べておこう。あ、過去にポケモンが脱走した事例がありました。ポケモンの動向には十分気をつけてください。ポケモンが脱走した場合は各部屋に内線で連絡してください。またその際はポケモンの捕獲に努めてください。あいつらポケモン捕まえてここに閉じ込めているのか。そうみたいだね。この張り紙は脱走注意を呼びかけているんだ。なるほどなるほど。過去の脱走で警戒を強めている。手強そうだな。うん、でも部屋にはユニタスがいるかもしれない。あん中の様子がわからないままむやみに突っ込むことはできないな。そこにさ穴があるじゃんピカチュウそこの穴に入ってみないかい。こういう時はレントラだね。レントラなのか。オッケーオッケー。でレントラに中身を確認してもらってピカチュウがそこの中に入るってことだね。了解了解。じゃあレントラ、あれ、あ、そっか、もう一個向こうかレントラいなくなっちゃったかと思った。お願いします。レントラの力を借りる。はい、よし、頼むぞレントラ。ズクズン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 。見るよ。これは大爆発されて終わるね大爆発されちゃう。白い服を着たやつらだ。飲まる前にどんな様子だ。自然体だな。部屋の隅で暇そうにしている。ユニタスに捕まったってわけじゃないのか。ただがこの部屋に入って調べることはできなさそうだな。ああ、入るなら他に方法を考える必要がある。ここ音がしたって。あ、ウッパーが寝てる。ウッパーだよねあれね。これはどうしたらいいんだろう。部屋の中でポケモンが倒れている。なんだって様子を詳しく教えてくれ。倒れてるのか。ぐったりしている。それは大変だ。なんとかしないと。何か手はないか。なんか治療できる。そっから入れるんだよ。警察署と同じダクトがある。で入れてもらうのか。ドアには鍵がかかっているようだ。だとすると部屋に入る方法は、一つしかないな。レントラ、部屋のダクトはどこにつながっている？それはわからん。ここからだと壁が邪魔だ。どうか。あそこにつながっているダクトがどこかにないだろうか。一緒にこのフラを探すしかないな。行くぞレントラ。ここだここだ。ここ調べるか。R 押すんじゃないのか。ここからならなんとか見えない。このダクトは隣に部屋につながっているぞ。ここからポケモン助けに行けそうだな。これからどうする？とりあえずティムのところに戻ってくれ。倒れているポケモンのことをティムに伝えたい。分かった、急ぐぞ。振り落とされるなよ。あー、かわいいレントラーかわいい。さあ帰ったよ。帰ったよティム。うん、話します。レントラーから降りる。はい、とか下ろしてもらわないと降りれないんだもんね。心配しすぎだぞティム。そう、この高さでも大変だよ。ある程度年が取るとねティム、報告したいことがあるんだ。声が大きいやピカチュウ。騒いでると気づかれちゃう。ああそうだったな。静かに報告するぞ。2つある部屋の右の部屋にはニリニタス2人とモノマインがいる。ということはその部屋には入れないね。左の部屋にはユニタスはいないが、どうしたの？ポケモンが倒れていたんだ。閉じ込められて終わっているのかもしれん。それは大変だ。なんとかして助けられないかな。声が大きいぞティム。だが同意見だ。助けよ。このフロアの奥のダクトから部屋に入れるようだ。そこからなら助けに行けるはずだ。俺なら通れる。分かった、行ってみよう。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽなやでした。バイバーイ。
チャンネル登録よろしくね。